白井義雄は日本の元プロボクサー、東京市荒川区出身、元世界フライ級王者である。日本人として初めての世界王者となり、令和世代の現在とは違い、当時は世界王座までの距離が比べ物にならないほど遠かった時代のチャンピオンとしても高い評価を得ている。小学六年生児の夜祭りの余興で行ったカンガルーとのボクシングに負けて以後、 ボクシングにのめり込んだという。プロデビューは戦時下の1943年。八戦前哨の成績を残すが召集されて海軍に従軍し、整備士として終戦を迎える。復員後、ボクシング界へ復帰したものの海軍時代に特攻機を整備した際の労災により、腰痛となり、引退寸前の危機に追い込まれた。しかしその頃ジムに出入りしていた、 GHQ 職員の生物学者アルビーン・アール・カーンに見出され、彼の全面的な支援のもとにその素質を開花させていく。カーンの指導のもと、栄養豊かな食事を与えられ健康管理を徹底、長い手足と運動神経を活かした防御主体のよりテクニカルなスタイルに強制したことで、白井のボクシングは息を吹き返し、1952年に、 ダドマリノとの世界タイトルマッチに勝利し王座を獲得。以後4度の防衛を果たした。敗戦に打ちひしがれた日本人にとって白井の王者獲得とその後の防衛での活躍は希望の光となった。1952年5月19日、世界フライ級王座獲得1943年11月26日、プロデビュー。デビュー以来8000前勝の成績を残す。 九百四十四年海軍に招集。九百四十五年福音。百四十六年八月、現役復帰戦となるノンタイトル六回戦に判定勝ち。九百四十八年七月三十日、石森信之に二回小勝ち。カーンと組んでから初試合、初勝利を果たした。九百四十九年一月二十八日、日本フライ級王座に挑戦。 花田洋一郎に5回個勝ちし、王座獲得。以後3度防衛を果たした。1949年12月15日、日本バンタム級王座に挑戦。堀口博士に10回判定勝ちし王座獲得。フライ級と合わせに王座を同時保有。以後2度防衛を果たした。1951年5月21日、ノンタイトル10回戦で、現役世界王者、ダドマリノに、 判定負け。1951年12月4日、ノンタイトル10回戦で、ダドマリノに今度は7回 TKO 勝ち。1952年5月19日、世界フライ級王座に挑戦。ここまで1勝1敗の王者マリノに15回、判定勝ちし王座獲得。以後4度防衛を果たした。1952年11月15日、世界王座初防衛戦で、 マリノとの4度目の対戦となったが15回、判定勝ちし、決着をつける。1954年11月26日、パスカル・ペレスに15回判定不し王座陥落。1955年5月30日、世界王座再挑戦。ペレスとのリターンマッチに5回戸で敗れ、現役引退。なお、この試合の中継は最高視聴率96.1%を、 記録した。この数字は2014年4月現在のテレビ放送視聴率の中で最高である。売借人は遠赤の浅沼稲次郎が務めた。白井とカーンとの関係は選手とコーチの範囲を超えるまさに家族と言えるものであった。引退後においてもそれは変わらず、白井の引退後も日本に永住した恩師、カーンとの交流は最後まで続いた。 晩年のカーンは認知症になったが、逝去するまで白井夫妻の熱い介護を受けた。子供のいないカーンは死後すべての財産を白井に譲ったという。また白井はカーンのボクシングビジネスに手を出してはいけないという忠告を守った。1995年に具志堅陽光と共に白井具志堅スポーツジムを設立、同ジムの名誉会長に就任したものの、 出資のみで経営はパートナーの具試験に全面的に任せている。2003年12月26日、肺炎の試し去。80歳没。最終戦績は58戦48勝8敗2分。世界戦戦績は7戦5勝2敗。戦前戦後のデータ負傷により、白井の戦績については65戦53勝8敗4分。 58戦46勝8敗4分など各説ある。白井義雄は日本の生んだ世界王者の中で唯一正式にジムに所属せず欧米式のマネジメント制度の下でチャンピオンになった人物である。戦後所属していた王子剣道会からカーン博士がマネジメント当初権利を買い取ってからは自宅兼プライベートジムで練習を行った。 日本式事務制度に固執する教会からは、猛反発を受けたものの、日本人初の世界チャンピオンで、当時の英雄であった、白井の前では、最終的に妥協し、白井のみを、日本式事務制度の例外とし、以後は、一切例外を認めないこととした。よく世界王者一覧の表に載っている、白井吉夫の所属事務となっている、白井とは、現在でも日本式事務制度以外を認めない教会が、 教会外で活動していた、白井の所属をフリーと記述するわけにはいけない事情から、白井の自宅兼プライベートジムを白井ジムとして記述したもので、実態を伴ったものではない。ありがとうございます。